こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、私のチャンネルでは初めて紹介するブランドですけど、このマオノさんというブランドから、このですねコンパクトなワイヤレス外付けマイクをご提供いただきましたので、こちら紹介したいと思います。ワイヤレスマイクね、前から欲しかったんですけど、めっちゃくちゃ嬉しいですね。やっと手に入りましたっていう感じですよ。こういったね YouTube 動画やってる人とか Vlog なんかやってる人にとっては、このワイヤレスマイクはね非常に便利なアイテムだと思います。じゃあね、こちらのマオノさんの商品がどういう内容のものなのか、まずは Amazon の商品ページを見てみたいと思います。はい、こちら商品名がマオノワイヤレスマイク外付けマイク 2.4GHz ワイヤレスピンマイク、カメラマイク、スマホマイク、内蔵外部全方向マイク付属、技的マーク認証済み、自動ペアリング、 50m 伝送距離、モニタリング機能、ミュートノイズ低減、コンパクト、一眼レフ、スマホ、ビデオカメラ、タブレット、 PC に対応、カッコ WM8201A1 という名前の商品になります。今現在 Amazon のお値段が9999円、だいたい約1万円の商品になります。はい、でこの WM8201A1 という方が今回ね提供された商品なんですけど、こちらは送信機1台と受信機1台のセットになるんですね。でもう一つ820A2 という商品もありまして、こちらの方は送信機が2台と受信機が1台の3台セットになります。で A2 の方になると今現在のお値段が16,999円で販売されている商品になります。ただこちらの方はね今1000円オフのクーポンがついているようなので、クーポン適用すると15,999円で買えるようになってます。はい、でこのマオノさんというブランドなんですけど、こちらにねブランド紹介が書いてます。マオノはマイクの開発製造販売を集中してオーディオ機器メーカーです。販売を集中して行ってきたオーディオ機器メーカーですということですかね。で2014年に設立されて、グローバルなプロフェッショナルオーディオブランドの構築に取り組んでいますと。で今まで米国、ヨーロッパ、日本、韓国、オーストラリア、カナダなど50を超える国と長期的な協力関係を築いていますということです。お客様から愛され信頼されるより良い製品やサービスを提供することが弊社の目標ですということで、50カ国で販売されているね実績のあるメーカーさんということで、まあ設立は2014年ということでまだ若い会社なんですけど、もうすでにですねかなりの信頼を得ているブランドさんになります。はい、じゃあこちらのね WM820A1 の特徴なんですけど、まずですね 2.4GHz の無線伝送技術を採用していて、コンパクトな設計になっています。でミュート機能も装備されていて、自動ペアリング機能があります。それからリアルタイムモニタリング機能に対応していて、広い互換性っていうのはねいろんな機器に使えますということだと思います。でこちらねワイヤレスということで伝送距離が気になると思うんですけど、まあ条件にもよると思うんですけど、最大範囲がですね 50m も飛ぶということです。いやこれ本当に 50m 離れてももし入るんだったらかなりの性能ですよね。まあ実際にそこまで離れて使うことはないと思うんですけど、まあ、これぐらいの性能があればちょっとやそっと離れてもねこうブツブツ途切れたりしないんじゃないかっていうのがねちょっと期待されますね。はい、そして適用型ノイズキャンセレーションを採用し、環境ノイズなどを自動的にキャンセルできます。ノイズキャンセリング機能もあるんですね。でそれからプロなオーディオチップを搭載し、クリアな音質を提供します。まあ、オーディオチップにハイクオリティなものを採用しているっていうことだと思います。はい、そして、こちらねヘッドホンジャックがついてますね。こちらを使うことでリアルタイムモニタリングに対応してます。それからですねここにミュートボタンがついてるので、まあ、録音中にね咳払いするときとかよく使えますよね、ミュートボタン。それもね簡単にできます。それからこちら受信機側ですけど、内蔵マイクの他に外部ピンマイクにも対応してまして、マイク端子がねちゃんとついてるんですよね。なのでまあシーンによって内蔵マイクで録音するか、それともね外部ピンマイクをつけるかっていうのも選択できるようになっています。それからマイクのゲイン調節ボタンがあって、6段階のゲイン調整ができるようになっています。
はい、で先ほどね内蔵マイクと外部ピンマイク両方に対応してるっていう風に載ってたんですけど、まあ、こちらはそれの説明ですね。2つのオーディオ入力モードをサポートします。使用シーンに合わせて選択できますということで、まあ、インタビューアーさんのこちら女性の方がね、上の写真では内蔵のマイクを使って録音してるところですけど、まあ、場合によってはこんな感じで襟元にピンマイクをつけて外部接続して使うっていうこともできるようです。はい、で様々な利用シーンが考えられるんですけど、まあ、こちらに例があるように Vlog に使ったりテレビ会議に使ったり野外撮影に使ったりオンライン授業とか、まあ、インタビューですね、こういったものに幅広く使うことができます。はい、じゃあ早速ですねこちら開封していきたいと思います。はい、箱はねスライド式ですね。よいしょ、お、マッキッキの箱に入ってます。ワイヤレスマイクロフォンシステムって書いてますね。箱がねめっちゃコンパクトなんでおそらく本体も相当小型だと思います。じゃあ開けてみますね。よいしょ、せーの、オープン。よいしょ。はい、まず説明書が出てきました。説明書は1枚ものになってますね。はい、そして裏側がマルチランゲージになっていて、日本語もねちゃんとこちらに載ってました。はい、でこちら見えてるのが本体になります。いや、すごいコンパクトですね、思った通り。じゃあちょっと出してみましょう。よいしょ。あ、裏側ねクリップになってるんで、これで箱に固定されてるんですね。じゃあまずは本体横に置いといて付属品見てみます。なんかねかなりいろんな付属品ついてますよ。まずは、こういったケーブルが入ってました。こちらねちゃんとタグについてるんですけど、フォンって書いてるんでこれはスマホなんかに使う用のケーブルみたいです。それからもう一本ケーブル入ってます。こちらはですね、カメラって書いてあるので、デジタルカメラにねつなぐ時なんかに使うケーブルのようです。この2本のケーブルの違いはカメラ用が3極端子でスマホ用が4極端子っていう違いになります。それからですね、お、このモフモフがついてますね。ウィンドマフがちゃんとついてました。これでね、あの風切り音なんかがかなり低減されると思います。でこれなんと2つついてました。親切ですね。はい、であとは、あ、これすごい、なんと外付けのピンマイクね、これ付属してました。あ、これ別売りかと思ってた。あ、これはちょっと嬉しいですね。はい、こんな感じでね外付けピンマイクまで付属してるということで、かなり豪華なセットですね。そしてこちらが、はい、これは充電用のね USB-C のケーブルですね。それから最後、ちゃんとねケースが付いてました。よいしょ、ここにねマイク2つ分入るようになってるみたいです。はい、付属品以上ですね。はい、じゃあ本体の方を見てみましょう。まずは受信機の方から。よいしょ。はい、こんな感じのね手のひらに乗るぐらいのコンパクトな筐体で、重さもね全然感じないですね。軽いです。これだったら襟元につけてもそんなにこう服がこう垂れ下がるっていうようなことはないんじゃないでしょうか。で、真ん中にね M のマーク、魔王のさんのマークがついてて、インジケーターが2つついてて、で上ですね、これが内蔵マイクだと思います。でここにね先ほどのこの外付けのピンマイクがつけれるような 3.5 ミリのジャックがあります。はい、で本体の横に擬的マークもちゃんとついてます。で下にですね充電のUSB-C の端子がついてます。でこの横に、こちらボタンがね3つついてて、おそらく電源ボタンと、ミュートボタンかな。それからこれはちょっとわからないな、何でしょう。説明書を見ましょう。あ、はい、わかりました。こちらのボタンはペアリング用のボタンだそうです。送信機側と受信機側をペアリングするために使うものですね。でさっきちょっとね私間違えました。こちら受信機って言っちゃったんですけど、こちらが送信機でした。マイクがついてる方がね送信機になります。はい、で裏はねクリップでこんな感じで洋服とかにつけられるようになってます。はい、じゃあこっちが受信機ですね。受信機の方も見てみます。はい、見た感じは送信機も受信機も全くね見た目同じです。これうっかりね間違えてつけちゃいそうなので、ちょっとなんか目印つけてた方がいいかもしれないですね。で同じくインジケーターが2つついてます。でこの上の方にジャックが2つあって、こちらの場合は受信機なので、ここにねヘッドホン端子があって、これであの音声をリアルタイムにモニターできるようになってます。でそれからこちらアウトプットのジャックがあるんですね。アウトプットがあるってことは、外にスピーカーとかつけてマイクからの音が出せるってことですかね。ちょっとね使い道がよくわからないですけども。で横に行くとボタンがこちらも3つあって、電源ボタンの他はマイクレベルのねプラスマイナスのボタンがあります。それから同じくこちらも充電用の USB-C 端子があります。はい、でこちらもね裏側は同じようにクリップになってます。はい、商品の内容はこんな感じになってました。
はい、今ちょっとねスマホを三脚につけてちょっと撮影のセッティングをしてみました。でこちらのワイヤレスマイクをスマホにつけてね音声録音してみようと思うんですけど、まず最初にまだこのマイクをつけないでですねスマホ単体で録画してですね音声も撮ってみようかなと思います。はい、じゃあスタート。ただいまスマートフォン内蔵のマイクで録音しています。音声の感じはどうでしょうか。ただいまスマートフォン内蔵のマイクで録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、今ねスマホの内蔵マイクで録音してみました。じゃあ次はこちらのワイヤレスマイクをつなげたいと思うんですけど、まず初期設定が必要なのでこの2つをペアリングさせます。でペアリングの方法なんですけど、この送信機側と受信機側のね電源を両方ともまずは入れます。電源入れるのは2秒長押し。はい、これで電源入りました。そしてペアリングのさせ方なんですけど、この送信機側はペアリングボタンがあるのでこちらを長押しです。はい、これでペアリングモードになりました。で受信機側はこのレベルのプラスマイナスボタンを同時長押しです。はい、はい、これでペアリングモードになりました。そしたら多分ね自動的にペアリングが終わるんじゃないかなと思います。はい、点滅止まりましたね。これでペアリングが OK です。そしたら次はですねこちらの受信機の方をスマートフォンにつなげます。あ、そっか、これ先ほどねアウトプット私スピーカーにつなげるのかなとか言っちゃいましたけど超勘違いしてましたね。このケーブルをアウトプット端子につなげるためのものでした。考えてみたら当然ですね。でこれをスマートフォン このイヤホンマイクの端子につけます。よいしょ。はい、でこちらをねどっかに固定できるといいんですけど、まあ、クリップがついてるので、まあ、ここにこうやって挟んでおいてもね固定できますね。でこの状態でカメラを起動します。はい、これでもう音声入ってるのかな。じゃあこちらのね送信機の方を私の襟元につけて録画してみたいと思います。はい、じゃあ録画スタート。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイク WM820 で録音しています。音声の感じはどうでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイク。はい、実はですね今これ撮り直ししてるんですね。1回目やったやつね失敗してしまいました。でこれねちょっと重要なことなのでちゃんとね動画で説明しておかなきゃいけないと思ったのでちょっと説明します。先ほどですねこのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげてこちらのマイクで録音してるつもりだったんですけど、後でね聞き直してみたら実はねワイヤレスマイクの音じゃなくてスマホの内蔵マイクの音で録画されてました。でこれちょっとね原因調べたんですけど調べてみてびっくりしたのがなんとですねよいしょ、私この今ね Android 機の OPPO リノウェイで撮影してたんですけど、多分ね OPPO リノウェイだけじゃなくて、Android スマホのほとんどはですねこの標準カメラアプリこちらですね、こちらの標準カメラで撮影するとこの外付けマイクがですね認識されないっていうことが分かりました。これはねちょっとね罠ですね。で iPhone は私持ってないので検証できないですけど、おそらくね iPhone の方は標準のカメラアプリで外部マイク認識するんじゃないかと思うんですけど、 Android の方はですね多くの機種は標準カメラアプリでは外部マイクが使えないということが分かりました。じゃあどうするかっていうね解決策なんですけど、プレイストアからサードパーティー製のカメラアプリをダウンロードします。はい、で私が入れたのはこのオープンカメラっていうアプリを入れました。これが結構ね有名なやつらしいです。はい、でオープンカメラ開きますとこちらから設定を開いて、でビデオの設定ですね、でその中にこのオーディオソースっていう欄があります。でこれを開くとビデオカメラの下に外部マイク接続されている場合っていうメニューがあるので、こちらをタップして撮影すればですねこちらの外部マイクを使って録画することができます。はい、ここねかなり注意点なんで Android 機でこのマイクを使おうと思っている方は気をつけてみてください。はい、じゃあ今ねオープンカメラのアプリの方に切り替えたので、こちらのマオノのワイヤレスマイクの方で録音してみたいと思います。この送信機の部分を襟元につけます。はい、じゃあ録画スタート。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまスマートフォン内蔵のマイクで録音しています。音声の感じはどうでしょうか。
ただいまスマートフォン内蔵のマイクで録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまスマートフォン内蔵のマイクで録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、じゃあ次なんですけど、こちらのワイヤレスマイクに付属のこのウィンドマフを取り付けた状態で、録音してみたいと思うんですけど、今室内で風が全然ないので、ちょっと疑似的にですね、このポータブル扇風機で風を送って、マイクの方に当てながらですね撮影してみたいと思います。はい、扇風機をねこれちょっと回して、私の胸元の方に風を送りながら撮影したいと思います。じゃあまず最初はウィンドマフをつけてない状態で撮影してみます。はい、扇風機をオンにします。強さ2ぐらいでやってみます。はい、じゃあ録画スタート。はい、ただいまウィンドマフをつけてない状態で録音しています。風の音がマイクに入ってるでしょうかね。どうでしょう。はい、ただいまウィンドマフをつけてない状態で録音しています。風切り音入ってますでしょうか。はい、ストップ。はい、じゃあ次はねウィンドマフをつけてやってみたいと思うんですけど、こちらの取り付け方はこのウィンドマフのねここのところに爪があるので、それをこのマイクの両端のくぼみにはめるだけで簡単に取り付けられます。よいしょ。はい、こんな感じでね簡単につきます。じゃあこれで胸元につけてやってみます。はい、じゃあ録画スタート。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフをつけた状態で録音しています。風切り音低減されてますでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフを取り付けて録音しています。風切り音は低減してますでしょうか。はい、ストップ。はい、ただいまウィンドマフをつけてない状態で録音しています。風の音がマイクに入ってるでしょうかね。どうでしょう。はい、ただいまウィンドマフをつけてない状態で録音しています。風切り音入ってますでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフをつけた状態で録音しています。風切り音低減されてますでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフを取り付けて録音しています。風切り音は低減してますでしょうか。はい、ただいまウィンドマフをつけてない状態で録音しています。風の音がマイクに入ってるでしょうかね。どうでしょう。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフをつけた状態で録音しています。風切り音低減されてますでしょうか。はい、じゃあ今度は付属品で付いてたこの外部接続のピンマイクをですね、この送信機の外部マイク端子にこう接続して、はい、それでこちらのマイクの方を襟元につけて録音してみたいと思います。はい、じゃあ録画スタート。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクをつけて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクをつけて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、カット。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクをつけて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクをつけて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンにつなげて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクをつけて録音しています。音声の方はいかがでしょうか。はい、じゃあ今度はですね、屋外での録音がどんな感じになるかを試してみたいと思います。今ね、地元の公園の方に来たので、これからこのスマホで撮っていきます。で、まずは、スマートフォンの内蔵マイクで撮るので、このままの形でね、ちょっと歩きながら撮影してみたいと思います。
はい、今屋外の撮影をしています。今はスマートフォンの内蔵マイクで録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、こちら今スマートフォン内蔵のマイクで撮影しています。音声の感じはどうでしょうか。こちらね、結構自然が多い公園で、私結構お気に入りの公園になってます。あんな感じでね、ちょっと休める小屋なんかもあったりします。はい、今日は涼しくて結構ね、過ごしやすい日ですね。はい、スマートフォン内蔵マイクの音声いかがでしょうか。今私スマートフォンからだいたい20センチぐらい離れたところで喋ってます。はい、じゃあ次はね、いよいよこのマオノのね、ワイヤレスマイクをつけた状態で撮影してみたいと思います。今これね、このワイヤレスマイク、ちょうどね、このポケット三脚についてるコールドシューにはめてみたら、ぴったりと固定できました。こんな感じでね、このマイク端子から線伸ばしてますけど、ここですごいバッチリとね、固定できてます。この撮影スタイルなかなかいいですよね。はい、で、送信機ね、こちらをね、私の襟元につけて撮っていってみたいと思います。はい、ただいまスマートフォンにマオノのワイヤレスマイクを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクをスマートフォンに取り付けて撮影しています。音声の感じはいかがでしょうか。まだワイヤレスマイクにウィンドマフは取り付けてないですけど、今日は風も穏やかで、あんまりね、風切り音は入らないんじゃないかなと思います。この後ね、ウィンドマフを取り付けた撮影もしてみたいと思います。はい、マオノのワイヤレスマイクをスマートフォンに装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、じゃあ今度はですね、ワイヤレスマイクの方にウィンドマフをつけた状態で録音してみたいと思います。まあといってもね、今日風が全然ない、落ち着いてる日なんで、あんまり風切り音の影響はね、なさそうなんですけど、まあ、一応こちらでも撮って比較してみたいと思います。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。今日は穏やかで風があんまりないので、そもそも風切り音はあんまり発生してないんですけども、先ほどのウィンドマフなしの状態に比べてどんな感じで聞こえてるでしょうか。はい、マオノのワイヤレスイヤホンにウィンドマフを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、じゃあ次はですね、このワイヤレスマイクの方に外部接続のピンマイクを取り付けて、こちらで録音してみたいと思います。はい、こちらをね、私の襟元につけて撮影します。はい、ただいまマオノのワイヤレスイヤホンに外部接続のピンマイクを接続して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクを取り付けて録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。今ワイヤレスマイクの送信機の方は私の腰のベルトに取り付けていて、ピンマイクを襟のところにつけて喋っています。外部マイクありなしで音質に差がありますでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクに外部接続のピンマイクを取り付けて喋っています。音声の感じはどうでしょうか。はい、今屋外の撮影をしています。今はスマートフォンの内蔵マイクで録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、ただいまスマートフォンにマオノのワイヤレスマイクを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスマイクにウィンドマフを装着して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、ただいまマオノのワイヤレスイヤホンに外部接続のピンマイクを接続して録音しています。音声の感じはいかがでしょうか。はい、じゃあ最後はですね、こちらのワイヤレスマイクの送信機がどのぐらい遠くまで届くかをね、検証したいと思います。仕様だと50メートルまで届くということだったんですけど、ちょうどこの公園ね、
こんな感じで直線距離でだいぶ長い道があるので、こっちにねずっと歩いてって遠ざかって行ってみたいと思います。はい、じゃあ録画スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと私の歩幅よりも狭いとして 2、3歩余計に歩きます。ここで 10m です。3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ思います。1、2、6、7、8、9、10、1、2、3、60メートル。3、4、6、7、8、9、3。はい、50メートル地点。はい、この辺で40メートルです。2、3、4、5、6、8、9、10、11、3。はい、30メートル地点です。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、3。はい、20メートル地点。はい、10メートルです。はい、元の場所に戻ってきました。はい、後でね、音声の方を確認してみたいと思います。はい、というわけで今回は、マオノさんよりご提供いただきました、こちらのワイヤレスマイク、WM820 シリーズを、レビューしてみましたけども、いかがだったでしょうか。使ってみた感想をちょっとね、まとめて言いますと、まずスマートフォン内蔵のマイクと、このワイヤレスマイクを使った時の差なんですけど、スマートフォン内蔵のマイクの場合、どうしてもちょっとね、音声レベルが低めに取られちゃうっていうのがありました。で、あとスマホを手に持ちながら喋ってるんですけど、その口元とマイクの位置関係がね、こう常に変化する関係で、なんか音声がね揺れちゃうんですよね。それに対してこのワイヤレスマイクの送信機を胸元につけた場合ですと、常にね口元とマイクとの位置関係が一定なので、非常に安定して音声が入ってたなって思いました。それからこちらね、レベル調整もできるので、スマホ内蔵のマイクよりもだいぶですねレベルを上げて大きな音で撮ることができました。それがね良かったと思いましたね。で、あと音質に関してもやっぱりね、このワイヤレスマイクの方がクリアでいい音質になってると思いました。なんていうか、こうダイナミックレンジが広いような音に聞こえました。スマホ内蔵のマイクの場合は、音声はねクリアに聞こえるんですけど、ちょっとなんか線が細いというかね、リアルな生の声とはちょっと程遠いような音に取れてたんじゃないかなと思います。ダイナミックレンジもね結構広いような感じがして、よりあのリアルな生の音に近い感じで撮れてたんじゃないかなと思いました。それからウィンドマフをつけるのとつけないのの違いなんですけど、これ屋外で撮った時はあんまりね外に風が吹いてなかったんで違いがよく分かんなかったんですけど、室内撮影の時に扇風機で風を送りながら撮ったんで、そっちの方がね違いがよく分かりましたね。ウィンドマフつけてない時はちょっとねボフボフっていうね扇風機の風の音が入ってたんですけど、それがウィンドマフをつけた状態だと全然気にならなかったので、かなり効果があるように思いました。あとはこちらのマイク端子に外部ピンマイクをつけて撮ったんですけど、ピンマイクの音とこの送信機単体の音はそんなに遜色ない、どちらもいい音で撮れてましたね。なのでそれの使い分けとしては、まあ、この送信機がねちっちゃいとはいえある程度大きさもあって重さもあるので、まあ、洋服の襟元がね崩れやすいっていうのはあると思うんですよ。なので服装によってはこちらを胸元につけるんではなくて、外部接続の
のピンマイクの方を使うっていうね、そういう使い分けがいいのかなと思いました。それから最後ですね、この送信機と受信機の距離がね、どれぐらいまで離れても聞こえてるかっていう検証をやったんですけど、そちらの結果がちょっと想定外の結果になってまして、まずね、この受信機側の方を固定にして、スマートフォンでね、録画しっぱなしにして、で、私がこの送信機を胸元につけて、だんだんね、こう離れていくっていう感じで撮ったんですよ。で、公園で撮影したので、直線ね、70メートルぐらいまで歩けたんですけど、この最初遠ざかる時ですね、もう10メートルぐらいの地点で音声がブツブツ切れてしまいました。で、20メートル地点になるともうほとんどね入らなくなってしまって、あれカタログでね50メートルって書いてあったんだけど、全然これ届かないじゃんって最初思ったんですよ。ところがこの70メートル地点まで着いてから、今度ですね帰りこっち側に近づいてくるとですね、今度60メートルぐらいの地点から音声が入り始めたんですね。で、まあただちょっと60メートルだとたまにブツっていう感じだったんですけど、50メートル以内ぐらいに近づいたらもうほとんどね音声が途切れずにずっと入ってましたね。で、これね、どういうことかっていうのをちょっとね、考えてみたんですけど、おそらくこういうことだと思います。このドロイドくんが私だとして、最初ですね、私がこういう感じでマイクをつけて、こっちに離れていったんですよ。で、そうすると、送信機と受信機の間に私が入り込んでるじゃないですか。なので、この私が障害物になって、電波が途切れたんだろうなっていうふうに思いました。で、逆に帰りなんですけど、帰りの方はこういう形で、私がこっち向きに歩いてるので、送信機と受信機の間に何も障害物がないですよね。これだとその状態だとなんと60メートル電波が届いてるんですよ。なので、もちろんね、これ最高到達距離っていうのは見晴らしのいい場所でっていうのが条件付きだと思いますので、その仕様で50メートルって書いてあるのは十分に満たせてるんじゃないかなと思います。この間にね障害物が入った場合は最高到達距離はだんだん短くなってくるっていう風に考えてた方がいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけでまとめとしては、このワイヤレスマイクね、非常に使い勝手がいいと思いました。今までね、私ずっと有線のマイク使ってたんで、このマイクね、これからどんどん活用していこうかなと思います。はい、こちらね、商品のリンクを動画の説明欄に貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。で、もしかしたら、マオノさんから割引クーポンいただける可能性があるので、もしね、クーポンいただけてたら、そちらも一緒にですね、動画説明欄の方に書いておきます。はい、この動画がいいと思いましたら、グッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。